こんにちは。宝箱イベント始まったね。報酬は美味しいんだけど、拘束時間が長くて好きとは言えないよ。そして今回は進化バンプ。物型は投稿したんだけど、環境にも慣れたし、こっちもいけるってビジョンが見えたから構築。ジエモンより簡単に勝てたよ。しかし雪島が簡単に勝てるから最近むしろ困ってきてる。最速進化とか握手でしかない。そのあたりをそろそろ認知してほしいとも思いつつ、それのおかげで簡単に勝てている部分もあるし、難しいところだね。もちろん最速進化をしないと勝てないデッキなのはわかってるんだけど、ちょっとケアくらいしてもいいのよ。そう思わなくもない。取れ高として採用するのか非常に悩ましいんだよ。もういっそのこと雪島煽りのタイトルにしてデッキは二の次みたいにしようかな。それなら一応筋は通ってる。よし、そういうことにしよう。あとはデッキの解説でもしておけば大丈夫でしょ。簡単に言えば進化火星でブラッディデイモンとフラムグラスで走るだけ。うまくいけば7ターン目にイモータルペインもセットで失踪。これで19点。ユリアス起動状態なら20点出る場合もあるし、条件達成が8ターン目ならイツルギのチクチクでも倒せる。もちろん初太奮闘の4点でも削れる。バンプはドローしやすいデッキだし、雪島の次くらいにはフラムグラスを完成させられる。多分ね。そして多面展開しておけば大体1点は削れるからもう勝ちみたいなもん。有利とは言わないけど、相手の動きが見えすぎて余裕はある。そんな感じ。ゆずきの進化で4面、だね。あと1面欲しかったね。しかしこのサソリ、便利だよね。進化するし必殺だし、ロイヤル2対1コスのあいつを思い出すよ。めっちゃ使ってたのにもう名前忘れたわ。悲しいね。あいつはあいつで最強カードだった。やっぱり1コス必殺は壊れる定めなんだね。どうしても思い出せないから見てきたわ。ラディカルガンスリンガーだ。中系統の名前だとは思ってたけど、ラディカルは多分一生出てこなかったと思う。基本ベースで覚えちゃうから名前を忘れがち。あるあるでしょ。だからサソリもきっとローテオキしたら忘れるよ。沼地の大サソリとか覚えられる気がしないもん。池沼って覚えようかな。語呂合わせにちょうどいいしね。そして火がついたら進化も7回。なんか6回しか進化してない気分だったけど、どこで進化したんだろうね。8ターン目に勝つ予定だったんだけど、案外うまくいくもんだね。これもすべて雪島さんのおかげ。ブックオブジエンドで勝てるカードを挟み込んでくれてありがとう。あなたの MP はアウスベイレンしていきますね。そしてそろそろ4ターン目にプルートベイネアンハーベンしてください。フルブリンガーには無理か。じゃあバンデライヒで覚えてきてね。シテルン・リッター V のシュリクト。ちなみにデッキはこんな感じ。進化フラムグラスを組むとなったら大体こんな感じなんじゃないかな。アルザードとかも一応候補になるのか。池沼とロゼロッテを抜いてそっちに変えてもいいかもね。あとは6ペイン、7フラグラペインが決まっても大体勝ちだよ。そして雪島の新軸でも考えてみようかな。ブリーチトークで間が持つって分かったしね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。